今回の動画はですね、携帯の新料金そろそろいろんな会社で始まりますね。ソフトバンクが、3月17日からスタートする LINE もですかね、新料金結構な人が多分買えるとは思うんですけども、この LINE もですね、その LINE も先行エントリーキャンペーン実施中というのを、エントリーするとペイペイボーナス3000円相当がもらえるというキャンペーンをやっているみたいです。なのでね、 LINE もに切り替えようって思ってる人はこの先行キャンペーンに、登録しておくといいのではないでしょうか。ちょっとですね、まあややこしいんですけども、このエントリー期間というのが1月27日から3月16日までというのでやっているみたいで、まあもう3月16日ってもうすぐですよね。でこの間にエントリーしておかないともらえないみたいです。でエントリーし終わった後に LINE ものご契約に切り替える、それが5月31日までに切り替えることができれば、サイトでペイペイボーナスの受け取りの手続き、6月上旬案内、6月中旬締め切り予定、すごい短そうな期間なんですけども、これで手続きを終わらせるとどうやらペイペイボーナスを3000円相当なのかな、もらえるらしいので、LINE もに変えようと思ってる人はね、ちょっと手続き面倒ですけども、覚えておけば3000円相当もらえるのかもしれないので、エントリーしておくといいのではないでしょうか。で、au やドコモの方もまあ新料金始まると思うので、なんかキャンペーンやってるんですかね、そっちの方はちょっと調べてないんですけども、 au やドコモの方もこういうのキャンペーンやってるんだ、情報を知ってる人がいたらコメント欄とかで書いてもらって、みんなで情報を共有できるといいんじゃないかななんて思ったりもしてます。まあ自分ソフトバンク使ってるんで、まあそのまま LINE もに切り替えるつもりなので、まあ先にエントリーをしておきたいと思いますが、先行エントリーキャンペーンまだしてない方はしておいてみるのもいいんではないでしょうか、という動画でした。はい、それではここまで見ていただいた方ありがとうございました。